2022年8月5日サトシウチライブでございます。いよいよですね、明日は原爆の日、核兵器禁止条約の締約国会がね、初めて開催されてから最初の原爆の日ということになります。要は核兵器禁止条約がね、動き出してからと、発行はね、去年なんですけどもね、まあ会議が開かれるとかしてね、実際にね動き出してからね、本当に初めての、会議と、いうことになります。一つのね、大きな節目というとあれですけどもね、そういう年に、ね、なります。まあ一昨日からね、気分かけましてね、山形県、そしてね、新潟県、あるいはね、福井県、まあ、北陸地方ですよね、そしてまた、滋賀県ですよね、まあ、北陸道になりますよね、まあ、滋賀県なんかもね、要は木曽義仲がダーッと、ね、攻めてきた時はね、滋賀県が通り道になってますんでね、そういうここの通り道ですよね、まあ、木曽義仲のね、通り道のなった地域がね、非常に大きなね、被害をね、出ているという状況がありまして、本当に、心からね、お見舞いね、申し上げたいというふうにね、思います。本当ね、なんていうかな、本当気候変動をね、非常にね、感じるということをね、本当にね、思いますね。これだけね、凄まじい気候変動っていうのもね、やっぱもう各地でね、やっぱりその山形県からね、まあ福島県の日本海側、あるいは日本海側だけど、まあ北に近い方ね、それからね、新潟県、あるいは福井県、まあこういう広い範囲で、記録的なね、まあ滋賀県もそういう状況ね。やっぱり熱帯の降り方ですよね。だから梅雨の延長っていうよりはね、熱帯の降り方になっちゃってるっていうのがね、非常に大きな、ね、特徴ですよね。まあ、これからね、広島県内も今ね、雨雲かかってますけどもね、ちょっとね、不安定というかね、本当これはね、どうなるかね、わからない状況ですんでね、お互いに気をつけていこうと思いますね。やっぱりこの気候変動に対して、ね、しっかり対応していくとね、気候変動に対応しつつね、私たちの、ね、暮らしを、ね、立て直していくってね、これ両方ね、やっていくっていうのは、いわゆるグリーンニューディール政策。これはね、やっぱりね、広島でね、しっかりね、やっていくね、その先頭にね、私、佐藤秀一もね、立っていきたいというふうにね、思っております。まあ、本当ね、やっぱりこの20年、30年ね、やっぱり非常に自治体ね、財源も人も減らしすぎて、まあ、これやっぱりね、防災って意味でもしっかりね、やっていかないかんし、充実を財源ね、人を充実させていくっていうこと、ね、それから住まいね、やっぱり家を失っても大丈夫だよね、するっていうね、そういうこととかね。一方でね、まあ、国際貢献のためにもね、サンダーバードを設けていくとかね。一方で、やっぱりね、二酸化炭素とかね、こういうのいっぱいね、排出するね、産業からね、やっぱりクリーンな産業ね、これを雇用移行していくってことでね、まあ食料自給率も本当低すぎるしね、これをね、やっぱり、ね、きちんとね、上げていくっていう、まあ広島県 21% しかないわけでね、まあそれだけ伸びしろがあるってことですよね。まあこういうことも含めてね、これしっかりにやっていかないか。ただしね、原発はね、ダメですね。いや原発なきね、やっぱり、そのグリーンね、グリーンニューディール政策と、いうことをね、断固としてやっていくというね、広島、長崎ね、チェルノブイリ、そして福島ね、絶対に繰り返さないというね、強固な意思がね、やっぱりこの8月6日ね、もう一度ね、確認したいというふうに思います。まあ、とにかくね、本当に、災害に、見舞われた皆様に、ね、心からね、お願い申し上げたいというふうに思います。それでですね、これからの予定ですけどね、この後も9時半からね、原水爆禁止世界大会の方に参加していきます。ね、そしてね、また17時3分に辻めぐる弁護士、令和新選組からね、比例代表で出られまして、ね、参議院ね、この方は広島に来られますんで、ね、お出迎えいたしましてね、そして私の地元、安佐南区でね、こういうイベントをやっていきます。20時からね、ズームでもね、参加できますんでね、よろしくね、お願いいたします。
そしてですね、オンラインの、これね、ありますんで、そして明日はね、デモ行進の方に参加していきたいと思います。まあ、平和記念式典ね、これはもう人数制限もありますしね、これはもう参加できない状況なんで、まあ、原爆ドーム前に集合してね、黙祷、そしてね、大院という形になると思います。で、中国電力本社ビル前までね、デモ行進を行いね、脱原発のね、座り込みの行動をね、ご一緒に、辻弁護士とも一緒にね、参加させていただきたいと思います。はい、よろしくね、お願い申し上げます。そしてね、86年、広島平和の夕べ、13時半開会でね、行いますんでね、こちらもね、よろしくお願いいたします。ね、これは8月6日までのね、ちょっとね、あれなんでね、ぜひね、ご協力をね、お願いできればね、幸いでね、ございます。それではね、皆さんね、本当にね、ありがとうございました。またね、どこかで広島市内に、今日は明日どこかでね、お会いできればというふうにね、思います。それではね、頑張りましょう。